おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今日は高齢化社会の記事のご紹介です。記事はヤフーニュース掲載の日本慢性期医療協会との連載企画、慢性期 .com です。世界一の高齢社会となった日本、グラフで見るその現状。1980年代頃から高齢化が急激に進み、2005年以降、世界の先進諸国で最も高齢化率が高くなっている日本。今や超高齢社会や人生100年時代という言葉は社会に浸透しつつあり、その中で人口構造の変化による社会保障制度の問題や介護人材の不足などが指摘されています。今回は健やかで生きがいを感じられる生き方を広めるです。元気100クラブの活動に尽力する原博士先生、原土井病院理事長に我が国の高齢化の現状と課題について伺いました。世界一の高齢社会、日本。日本では1980年代頃から急速に高齢化が進み、2005年には先進諸国の中で最も高齢化率の高い国となりました。高齢化のスピードは主要国の中でも非常に速いです。例えば高齢化率、総人口に占める65歳以上、人口の割合が 7% から 14% になるまでに要した時間を比較すると、フランスで115年、スウェーデンで85年、アメリカで72年かかっていますが、日本は24年という速さです。そして1994年に高齢化率が 14% となってからも高齢化は進展し、2020年には 28% を超えました。一方、韓国やシンガポール、中国などアジアの主要国では日本を上回るスピードで高齢化が進んでいるという事実もあります。このような中で世界一の高齢社会である日本が今後どのような社会を作っていくのか、そして高齢化の進む他国を先導する日本になれるのか、それが今の日本における課題の一つではないでしょうか。延伸し続ける平均寿命。高齢化が進むと同時に日本人の平均寿命は延伸し続けています。今からおよそ120年前の1900年代、平均寿命は男女ともに44歳くらいでした。今でいう働き盛りの世代ですね。しかし1950年には平均寿命は男性が58歳、女性が 61.5 歳に伸び、2015年には男性が 80.75 歳、女性が 86.99 歳となりました。このように右肩上がりで平均寿命が伸びていく日本。将来推計では2065年には男性の平均寿命は84歳を超え、女性は91歳を超えると見込まれています。健康寿命をいかに伸ばすのかが課題。平均寿命が延伸する中で重要なポイントは、健康寿命、日常生活に支障のない期間をどのくらい伸ばせるかという点です。通常高齢になると体の調子が徐々に悪くなり、日常生活自立度が低下して、フレイル、加齢に伴い運動機能、認知機能などの予備能力が落ち、ストレスに対する回復力が低下した状態に陥る可能性があります。日常生活自立度が低下する要因として、骨折や脳卒中、脳の血管が破れる、あるいは詰まって脳に血液が届かなくなり脳の神経細胞が障害される病気、心筋梗塞、心臓の血管に血流障害が起こり体へ必要な血流を送り出せない状態など、さまざまなきっかけが挙げられます。高齢の方はもともと体力が低下していたり、基礎疾患を持っていたりすることから、病気や怪我がきっかけでフレイルになり、さらには寝たきりの状態に陥ってしまう可能性があるのです。このグラフは日本人の平均寿命と健康寿命を示したものです。2016年データ。このグラフから要介護となる期間が男性はおよそ9年、女性はおよそ12年もあることがわかります。長生きできたとしても介護を要する状態では自分の思うように生活しにくく、社会参加も十分にできません。本人が幸せに生きるためには自立した生活を送れることがとても大切です。さらに少子高齢化が進む日本では、支えられる世代の増加により社会保障給付費の増加が問題となっており、社会全体で見てもいかに健康寿命を伸ばすかは非常に重要な課題と言えるでしょう。ずっと元気で自立した生活を送るために、この図をご覧ください。これは60歳代以降、男性に自立度がどのように変化していくのかを示したグラフです。縦軸では上から
日常生活に支障のない自立した状態、買い物、乗り物など一部の日常生活動作に支障が出ている状態、食事、排泄など生活の基本動作に支障をきたした状態、そして死亡までの変化を表し、横軸が年齢を示しています。7割ほどは70歳代から自立度が落ちていき、徐々に生活に支障をきたして援助が必要な状態になっていきます。グラフのオレンジの線。また2割ほどは70歳代で急激に自立度が低下し、早いうちに援助が必要な状態に陥ることが分かりました。紫の線。しかし一方で残りの1割ほどは80歳代後半になっても自立し、日常生活を支障なく過ごすことができています。緑の線。病気が起こる4つの原因。元気100クラブが指針とする現代養生学を紹介します。現代養生学では病気が起こる原因は大きく4つあるとしています。1つ目は遺伝・体質によるもの、つまり生まれつきの病気です。2つ目は良くない環境によるもの、例えば水や空気が悪い、下水道がない、食物が汚染されていることで起こる感染症などの病気です。3つ目は自分で作る病気、つまり生活習慣や社会的習慣によるもの、一人一人の生活習慣はもとより地域や国家、人間関係などの問題に起因した病気を指します。最後が経済的困難によるもの、例えば栄養失調などです。私たちは一生のうちに様々な病気にかかりますが、その中で先天性のものは少なく、現代の日本では経済的困難による病気も多くありません。現在病気の一部は生活習慣によるものです。ある時までは元気に働いていたのに突然症状が現れてきたり、検診を受けた際に異常が指摘されたりする方がいます。どうして自分は病気になってしまったのだろうとショックを受ける方も多いでしょう。その気持ちは理解しつつ、少々厳しいことを申し上げると、生活習慣病には突然なるわけではありません。青年時代から壮年時代にかけての生活習慣、すなわち衣食住、運動などの毎日の習慣が積み重なり、時間をかけて現れてくるものです。そうした意味で、あなたの病気はあなた自身が作っていると言えます。ここからは慢性期 .com さんの記事です。現代養生学の実践、食事で心がけるべきこと。食事の回数と時間。食事は1日3食きちんと摂りましょう。朝食を抜くと血糖値が上がりやすくなり、基礎代謝が低下します。朝食から昼食までは4時間以上空けてください。また食べてすぐ眠ると成長ホルモンの分泌が抑えられ代謝を妨げてしまうため、夕食は寝る3から4時間ほど前までに済ませると良いでしょう。食事の内容、食べる順番。洋食、中華は週2、3回に抑え、なるべく一汁三菜の和食にしましょう。食事の際は食べる順番に気をつけます。具体的には野菜類、食物繊維、ミネラル、ビタミンなど、肉類や魚介類、タンパク質、最後にご飯などの主食、炭水化物を摂ります。炭水化物の摂りすぎを避け、食後の血糖値上昇を抑えることが重要です。なるべくよく噛み、腹八分目を心がけてください。毎食のように満腹になるまで食べていると内臓脂肪が増えてしまいます。内臓脂肪が増加すると生活習慣病を発症するリスクが高まるため注意が必要です。毎日の運動習慣。高齢になると寝たきりなど体の不活動状態により、肺葉症候群、体を動かさないことによって引き起こされる二次的な障害に陥り、筋力低下や骨粗鬆症、心臓機能障害、肺炎、うつ状態、排尿障害などの症状が現れる可能性があります。それを避けるためにできるだけ毎日体を動かすよう心がけてください。具体的なポイントとしては、毎日7000から8000歩は歩くと良いでしょう。自宅から職場などの目的地までなるべく早足で歩くのをお勧めします。駅などにあるエスカレーターやエレベーターは使わず、なるべく階段で上り下りします。もし足が痛い場合は手すりを持ちましょう。自宅では長時間座ったままでいることのないよう、時々立ち上がって体を動かすようにしましょう。また車は便利ですが、体を動かさなくなるので、車での移動はなるべく避けて、歩ける距離は歩くようにします。自転車を活用するのも良いでしょう。体を動かす時間の目安。
年齢ごとの体活動量の基準をご紹介します。65歳以上では強度を問わない体活動を毎日40分ほど行いましょう。例えばラジオ体操10分、徒歩20分、植物の水やり10分などです。18歳から64歳では3メッツ運動強度の単位で安静時を1とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示したもの。以上の強度の身体活動を毎日60分行うと良いでしょう。3メッツに相当するのは、例えば軽い筋肉トレーニング、ウォーキング、掃除機をかける、洗車する、子供と遊ぶなどの活動です。18歳未満の場合は、楽しく体を動かすことを毎日60分以上行うことが望ましいとされています。ただし、これらは健康な方に向けた基準ですから、健康診断などで異常が見つかっている方は、自治体や主治医の指導を受け、安全に留意して運動を行うようにしてください。フレイルの予防。要介護にならないためには、フレイル、加齢に伴い、運動機能、認知機能などの予備能力が低下して、ストレスに対する回復力が低下した状態を予防することが重要です。以下の点に一つでも該当する場合、注意が必要です。筋力が弱くなった。で、重い荷物を運びにくくなった。歩く速度が低下した。で、横断歩道を青信号で渡りきるのが難しくなった。体重が減少した。食事療法をしていないのに、1年間で体重が4から5キログラム減少した。以前より疲れやすくなった。活動レベルが低下した。で、出かけるのが億劫になった。家に閉じこもっている。次に、フレイルを予防するための方法を紹介します。十分なタンパク質、ビタミン・ミネラルを含む食事をとる。定期的なストレッチ・ウォーキングなどの運動を行う。体の活動量や認知機能を定期的にチェックする。感染症の予防を行うワクチン接種など。手術を行った場合は、栄養管理やリハビリテーションなど適切なケアを行う。内服薬の種類が多い、目安は6種類以上。場合は主治医に相談し、原薬を試みる。新しいことに挑戦し続けることの大切さ。体を健康に保つことと同時に、精神的な健康を維持することも重要です。自分の体と頭を使い、新しいことに挑戦し続けることが大切ではないでしょうか。例えば、私は、原土井病院理事長としての役目がありますので、毎日その仕事をする。その上で、いいなと思ったことには、どんどん挑戦するようにしています。仕事などを通じて、人と関わり合うことは、社会性の維持にもつながります。最後まで、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければ、チャンネル登録してやってください。